まずいな。今ので右のエンジンが完全に止まったみたいだ。ちゃんと送り届けてくれるんだろうな。頼むぜ。総員降下、直ちに降下を開始せよ。本機は方向舵を損傷し操舵不能。目下ヘカン方面へ流されている。降下後は各自初期降下地点に集合せよ。総員、直ちに降下を開始せ。先に行くぞロラン、もたもたするんじゃないぜ。分かってる、ここまで来て死ねるかよ。開かない。オリビエは無事みたいだな。まあ、あいつは殺しても死なないか。まずいな、このままじゃ目的地点からどんどん離れていくぞ。
っちだ、降りれ。何なんだこの空は。さっきの連中といい、何がどうなってんだ。僕が知るものか。いいから走れ。逃げ切れないか。観念したか。随分と諦めの早いことやな。どこかの軍の所属というわけではないだろうな。久方ぶりのゲームなのだ。もう少々逃げ回ってくれねば張りもない。ゲームだと一体何者なんだお前たちは。問えば答えるとでも。だが狐やイノシシ相手に名乗り上げる水郷もおるまい。本当に人間なのか。
僕らは亡霊の群れにでも出くわしたというのか。クソが食らいやがれ。ほう、やっぱり聞いてないのか。なるほどな、ギリシャの火の類を操るか。しかも一時に火矢を無数に放つとは興味深い。なれど威力は秒たるもの。その程度で我らを打ち滅ぼそうなどとは少子に過ぎるわ。我らが気候を見た者は何人たりとも生きては返さぬよ。ち、女を撃つ趣味はねえんだかな。獣が。たまげるか。こんな奴らを相手にどうすればいいんだ。さて、他に見せ物もないのなら、そろそろ幕を引くとしようか。武良の慰めにはなった。最後に礼を言っておこう。ロラン、お前は逃げろ。オリビア、何を。こっちの男はイノシシの太刀と見えるな。だが無駄なあがきよ。バカ野郎。赤毛の狐が孤尺な真似を。我が狂った名は慈悲の剣。せめて安らかに行くがよい。Thank you.
僕は死ぬのか、こんなところで。覚めたのね。あなた、あそこの泉のほとりで倒れてたのよ。腰から下が水に浸かってて溺れてなくてよかったわね。大丈夫？どこも痛くない？それに風邪とかひいてないかしら？どうしたの？かゆいの？どうかしたの？やっぱりどこか痛むの？
ううん、あなた一人だけよ。それにしても目を覚ましてくれてよかったわ。お日様が隠れるまでずっとこのままだったらどうしようかなってちょっと思ってたの。何かしら。ありがとう。優しいのね、あなた。何もしてないわ。ただあなたが起きるのを待っていただけだもの。つけたのはお日様が一番高くなった頃だったかしら。多分もうじきお日様が隠れる頃だと思うわ。
なた、変わったお守りを持ってるのね。時計？時計ってもっと大きなものでしょ？そんな小さいはずないわ。からかわないで。まあ、本当、時計にそっくりね。とてもよくできてるわ。ところで、あなた、もしかして神様にお仕えしてる人なの？その服の刺繍って神様の十字架でしょ？私の持ってるのとはちょっと違うみたいだけど。違うな。なんだか急にめまいがしただけ。もう、なんともないわ。でも、聖ジャンヌダルクって、そんな聖女様、いらっしゃったかしら。聖書には書いてなかった気がするけど。フランスの守護聖人って、聖母マリア様とか、聖ミカエル様とか、聖マルタン様でしょ？でも、私と同じ名前の聖女様がいるなんて知らなかったわ。ええ、私もジャンヌって言うのよ。そういえば、あなた、お名前は？ロラン。え？いいえ、あなたと会うのはこれが初めてよ。面白い人ね。
ここには道なんてないわよ。来たも何も、私ここに住んでいるんだもの。ほら、あそこよ。見えるでしょ？私の家に寄ってもらえないかしら。うん、そう、ここにお客さんが来るのって初めてなの。私もっとあなたのお話聞きたいわ。Thank you.
出発ってどこへ？でもそこの森は抜けられないわよ。お日様が沈むわ。どうしたの？寒いの？
ったでしょ。あの森はとても怖い森なの。通り抜けることなんてできないわ。わからないわ。気がついたらあの時計台にいたの。何度お日様が昇って沈んだかなんて覚えてないわ。だってロランが戻ってきてくれたから。私また一人になっちゃうんじゃないかって、そう思ったら急にとても怖くなったの。出ないで、そこに座って。疲れてるでしょ。どうぞご自由に。随分熱心に見てるのね。聖書はお好き？みんな最初からここにあったのよ。
なんとか読めるようになったわ。最初は読んでもらって覚えたの。ええ、そう。でも、たまに声が聞こえるの。多分、神様の見つかいね。あなたが泉に倒れてた時にも聞こえたの。そこに倒れてる人を助けなさい。お祈りを神様に捧げないと。お日様が昇った時とお日様が沈んだ後にお祈りすることにしてるの。さあロラ、あなたも一緒にどうぞ。天に増します、我らが父よ。願わくはその皆の尊まれんことを、御国の来たらんことを。御心の天に行わるるがごとく、地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も我らに与えたまえ。我らが人に許すごとく、我らの罪を許したまえ。我らを試みに引きたまわざれ、我らを悪より救いたまえ。アーメン。それじゃあ食事にしましょうか。いただきましょうか。どうかしたの？お魚もとっても美味しいわよ、オーロラ。ほら、冷めないうちに食べて。